皆さん、明けましておめでとうございます。今年も始まります新春スポーツ一刀両断、ナビゲーターの土橋宏之です。よろしくお願いします。お願いします。はい、去年の年末スペシャルからですね、まあ立ちましたけど、ね、面白かったですね。年末、いや年末スペシャル面白かったです、ね、やっぱね、いろんなアスリートが来てこうなんか思いは一緒じゃないですか、うん、その中でこうね交流しながらいろんななんかサッカー界ではこうだよとか、うん、フットサルではこう、ね、バスケットはね、バスケではこうとかって、なんかそういうのがね、出たりとかして、こう来てる人たちも楽しんでくれたからよかったですね、そうですね、ああいう形は、はい。で、終わった後はね、はい、みんなで、皇后杯見ながらね、皇后杯、本当ですね。交流してましたけども、ね、残念だね。残念な結果でしたけども。でしたけども。けどもね、いろいろ今日お話しして、盛り上がり、はい、見てみますかね。今日じゃあゲストは、紹介しましょう。新春一発目にはもう、最高なゲストです。はい、パルセロレディースの監督、本田翠監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございま す, す私で良かったんですかね。いやいやいや、聞きたいこといっぱいありますね。いっぱいありますけどね、うん、でも一発目にはもう最高なゲストですよね、うん、ありがとうございます。今年1年頑張ります。まずは監督としての契約、はいはい、おめでとうございます。良かったのかな。良かったですよね。それはもう僕らは安心しましたよね、うん、あの発表があって。そうですね、7年目、まあ、ソリさんが8年目、やはり背中を追いかけなければいけないかなと思いました。どんなですか、はい、今回の契約をして、まあ、7年目、うん、7年長野にというところで。そうですね、まあ、もちろんチームを強くする、うん、こと以外に女子サッカー、まあ、サッカースポーツの役割がすごくこう見えてきた部分があって、地方都市のチームだからこそ勝つことも大事なんだけれども、もっともっとこう地域と一緒にやれることができる、やれることが多いかなという部分、その部分はもしかしたら私がやらなきゃいけない部分なのかなっていう思いもあって、はい、7年目を迎えることにしました。みどりさんの中で7年いるっていうイメージってあったんですか？いやいや、まずね、まず契約3年で J、うんうんうん、なでしこ2部から1部に上がる、うんうん、上げる、まあ、それはまあできるかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、その後2年3年、うんうん、5年やればなんとかここにこう女子サッカーが根付くかなと、うん、そしたらまたこう、ね、種を巻きに上に行こうかなというふうに思ってたので、うんうん、まさかの7年目ですけど、まさか、そこはまさかなんですね。まあ、僕らはまあほっとしてますけど ねまだかまだかと ね発表ドキドキしながら見てましたけど、でもどうですか、7年いてこう種まき始め、いろいろ変えてきて、はい、こう女子サッカー、長野県の女子サッカーの変わってきているこの様子というか、もう一番は本当にサポーターの数、うん、うん、私がスタートした時には300人とか400人でしたし、うん、 ね、うん、でもちろん2部の最終の時にもかなりの人数、何千人と集まりましたし、うん、もちろんユースターができたっていうこともあったけれども、うん、でもちろんトップチームがあるのもしかり、ただ本当にようやくこう認知度が上がってきたかなっていうのは思いますし、うん、なくてはならない存在になんとかなってきたかなっていう部分は感じます、うん、じゃあもうみどりさんの中でもそのこの時間をかけてやってきていることがある程度こうちょっとこうイメージのイメージ通りというか、盛り上がりとそういったものはこうできているなっていうイメージあるんですね。地域との密着っていうのはかなり、うん、まあ、何年か前に湯の号でやってきたのと同じようなことができ始めたかなというふうに思ってます、うん、ただその一番のメイン、監督としての仕事、うん、監督としてこう上位を狙っていくっていうところはちょっとここ 1,2 年、まあ、足踏みをしてる、うん、ただし、うん、一部に上がってまだ3年しか経っていない中で、うん、降格争いっていうマイナスのことを喋らずにいつも入れたこの3年間っていうのは、うん、きちんと選手たちが力をつけてきているのかなっていうのは思いますけど、うん、今まあそんな中で若い選手もね、なんかしっかり育ってきて、はい、そうですね、皇后杯ですよ、それこそ僕らね、びっくりしたね、もうめちゃめちゃ皇后杯応援してましたね。あの時 ね皇后杯のスタメンは多分スタッフ以外はみんな驚いたと思います。まあもちろん三谷さやかであったりとか、うん、古舘ちとであったり、そうきたかみたいなところ。でも彼女たちのやっぱこの1年間の努力っていうのは非常に
頑張りがあったのでね、もちろんあの今年のことを考えてのメンバー構成ではなくて、去年の2018の中の一番力のある選手たち、コンディションのいい選手たちを使ったのがそこでしたね。はい、まあ、でも本当になんかそういう意味でこう若い選手たちもしっかり育っていく中で、こうチームとしてもこうなんで底上げじゃないけど、今までちょっとこう上と下との差がちょっとこうね、そうですね、若手とっていうところが少しこう若いところがこう力をつけてきて、それがなんかちょっとこう見えたような、そんな交互編の試合だったかなって僕はちょっと感じましたけど、そうですね、あのほぼほぼねリーグ戦メンバーが固定されている中で、うん、そういくんだろうなって思う中で、うん、いやいや選手たちが諦めずにこうポジション取りたいっていう思いはすごく感じたので、リーグ戦がまあ最終戦もね、うん、ちょっと残念な結果で終わってしまって、そこからのこう選手たちのもう一回こう目標を設定してっていうトレーニングは非常にあの気持ちよく練習ができたなと思います。まあ、その皇后杯の話じゃないですけど、あの皇后杯の試合だけを振り返るとどんな、ね、そうですね、引きずる引きずる引きずる試合内容でしたね。はい、まあね、本当にあの滝川由芽がね、あそこでもう本当にベンチホッってなって入ってないんだみたいな、誰もってなって、ね、なんでそこみたいな。まあまあ、でも本当に前半もそうでしたし後半もそうでしたし、というか皇后杯のところで自分でもう一度リーグ戦では相手にちょっと合わせすぎて、相手がこういうサッカーだからこう守ろうこうしようっていうことがちょっと多くて、自分たちが本来やりたかったサッカーをちょっとこうやらずにいたかなっていう部分がリーグ戦の反省であったので、まあ皇后杯トーナメントでもあったので、自分たちのサッカーやって負ける勝つでスッキリしようっていうことを選手たちにも伝えたので、特にレッズ戦は本当に前からプレッシングかけに行ってかなり高い位置でボール奪ってゴールまで行くっていうのは前半も後半も通してできたので、そういった部分で非常に自分たちらしいサッカーで終えることができたかなとは。そこにもう少しね結果が得点がついてくればもっともっとあの良かったんですけど、じゃあまあもうなんだろう、トライするところはトライできて、まあ課題みたいなものもしっかり見えた中で、まあ今シーズン迎えれると。で、あのサッカーで2019も行こうという思いがあったので、うん、あのまあすっきりしてるといえばすっきりしてますし、うん、ただね振り返りのビデオを今も今日も見てるんですけど、うん、なぜっていうなぜそこで見れば見るほど ね、そういうところがね、なので、うん、まあその悔しい思いをあのずっと持ってこの1年やっていければまたまた成長できるかなと思うので、うん、はい、もう僕はもう緑さんのチームの作り方みたいなのが、ま、毎年ね、いや今年はもう守備のところとか、はい、今年はまず攻撃のところとかってこういつも話しながらこう言ってるじゃないですか、はい、それが見事にこうチームに選手たちに落とし入れて結果として現れてるのがすごいなと思ってて、で、まあ、今年またなんかそれを掲げて多分やっていくと思うんですけど、まあ、去年の反省点踏まえて、まあ、どんなようなサッカーをまたなんか今シーズンやっていこうってイメージは今あるのか、それとも選手を見ながら作っていこう、あのキャンプとか含めてやりながらこう作っていくのかみたいな、なんかそういうのって。そうですね、自分の中にまず子を育てるっていうのが、まあ、ずっと自分の中にはあって、もちろんそれは宮間彩であったり横山久美であったり誰々であったり、まず子が強くなってほしいっていう思いはずっとあって、でそれを少しチームに置き直してしまったところがあったかなと思うので、もう一回今年若い選手たち含めて本当に質のいい選手たちが入ってきてくれますし、もちろん滝川であったり春日であったり若い選手まだまだいっぱいいますので、もう一回その個の選手たちを育てていく、一人で打開できる、一人でボールが奪える、一人でゲームが作れるっていう選手を11人並べるようなちょっと個性豊かなまだチームを作っていこうかなって。まあそういう中では若いね、いい選手たちをこう補強でこう例えばメグとかね、長野出身で時はいいからね取ってきたりとか、そういう選手に対してやっぱり育てていって、まあ期待する部分もかなり大きいっていう部分ももちろん。そうですね、うん、あの今年本当入ってくる高卒の子たちがそこそこ力のある子たちで、それぞれ特徴があって、でポジションもみんなバラバラで、なので特にまあ、彼女たちがプレッシャーにならなければいいなと思うんですけど、長野出身の子たちが3人、そうですよね、それは本当長野の人たちにとってみたらとてもこう魅力的なことだと思うので、プレッシャーがあまりこうの
かからない程度にあのしっかりと育てていきたい、彼女たちができれば最終的には9番10番11番っていう背番号を背負えるようにしていってあげたいなとも思います、ね、みどりさんの中で例えばそういう長野県出身だから、うん、まあそういう長野でプレーできる場所がとか長野パルセイロは例えばそういう選手たちが多くいるとかっていう、うん、なんかこう理想みたいなものってありますね、ありますね、やっぱり私たちよそ者っていうのもありますし、やっぱ長野の選手が長野選手がプレーすることでもちろん山形も盛り上がってますし、相撲の御嶽海もそうですし、そう考えるとやっぱりレディースの中にも3人も4人もいることで、その本当に地域の人たちが応援しますよね、まずね、須坂であったり篠ノ井であったりっていうところで、やっぱそれだけでもあの地域の魅力になると思うので、地方都市にしかできないチームの特徴は一番前面に出していきたいなと思います。まあそんな中で今シーズンチームを作っていく中で、まあ、言える範囲で大丈夫ですよ。はい。まあ僕の中ではまあ横山が中心になってこうチームがこう動いていくのかななんていうふうなイメージはもちろんあるんですけど、まあ今までもね、まあ組がこう組のところにボールが入りながらっていうこうサッカー展開されていく中で、まあまだね発表にはなってなかったりとかする中で、横山選手と鈴木春彦ね、まだ出てませんけども、うん、でも僕はまあ残ってほしいと思ってますけど、うん、まあ、そういう中で、まあ、なんとなくこうチームっていうのはこうまた組が中心になりながらっていうようなところはまあ変わらず、そこは変わらないですね、うん、ただ彼女のプレースタイルがやっぱりドイツからちょっと帰ってきて、うん、少しというかゲームを作れるようになってる、うん、小山の大将ではなくて、うん、もう少しこう自分がボールを引き出してゲームを作って、うん、最終的に自分がシュートを打たなくても、うん、誰かがシュートを打てばいいっていう、チームが勝てばいいっていうところに少しこうちょっと大人になって帰ってきているので、うん、それを彼女のまた一つのプラスの材料としてチームにあの足し算をしてほしいなと思ってますけどね、うん、まあ、結構人数がねこうメンバー含めてこう入れ替わった中で、うん、まあ、なんかそういうなんだろう、こうみどりさんの中でこうチームを作る難しさみたいなのってかあるんですか、なんかこう、そうですね、選手たちのまあ年齢もそうだし、大人になっていく過程、もしくはサッカーがたくさんこう情報が入ってくる中で、自分のやりたいサッカーとチームがやりたいサッカーがに多少ズレが出てきた時に、自分のこう気持ちを抑えてチームフォアザチームになるのか、でもやっぱり自分は中心になりたいから自分のサッカーをやれるところに行くのか、まあそこはいろいろ難しいところかなっていうふうに思います、うん、まあ、でも一応チームとして、まあまあ、ベテランまでいかないですけどね、うん、国さんがまた、うん、あのね、うん、いたりとか、うん、池谷がね、まだわって残ってくれて、うん、チームの歴史も知ってる人間がそういう若い選手たちをまた引っ張ってくれるって、そういうなんかこうある程度のこうポイントで残ってくれてるっていうのは非常に大きいですよね。そうですね。で、まあ、あの少し今年考え方を変えて、うん、まあ選手たちは仕事もしてる、うん、その中でサッカーをしてる、なので比較的アマチュアっていう発想を私も選手たちにしていたし、うん、選手に伝えていたし、うん、ただもうここまで来るとアマチュアの域は超えてるなと、うん、確かに仕事はしながらだけれども、うん、いやいやもう他の周りから見る目っていうのはほぼほぼプロとして見られてるし、それを期待されてるし、うん、まあ、今後そうなっていってほしいとも思う部分でいうと、うん、選手たちにもう少しこうプロとしての意識を持ってね、このチームに携わっていく責任を持っていくっていう風にしてあげることの方が、なんかもっともっと彼女たちがこうサッカーに集中するんじゃないかなっていう風に思うことです、ね、それは今までみどりさんが、うん、選手たちにアプローチをかけてたのとはまた違う、全く違う意識がみどりさんの中で芽生えて、そういう風にした方がプロ意識として、うん、いいのかなっていうのは、やっぱり勝つことへのこだわり、っていうところに対してもっと厳しくなれるんじゃないかなっていう部分で、本当にサポーター2000人3000人を超える中でプレーしていて、いや私アマチュアなんですっていうのもいかがなものかなっていう、本当に1試合勝つことを楽しみに来てくれてる、お金を払って見に来てくれてる人たちのことを考えると、もう少しそこの意識変えてあげた方が甘えがなくなるかなっていう部分なので、まあ逆に言えばクラブに対してももう少しそういった形で選手たちの環境条件を良くしていってあげてほしいなとも思いますし、今日本の女子サッカーの中で今全員プロ契約のチームってアイナックとかですか？アイナック
だけかな、うん、もうほぼほぼあと20人いたら15人ぐらいの選手たちは働いてます、うん、ベレーザとかも。ベレーザは特に学生が多いから練習の時間は6時半なんですよ、ね、6時半、8時半、そのベレーザは。ベレーザが、まあね、逆に中学生も高校生もいるので学校の授業が終わってからあの稲城の山に登ってそこからなんどうしても6時半なんですよ、ね、でもそこまで普通に働いて、普通に働いてそこからのなんで練習終わりが8時半9時、だから食事を取るのが多分9時、早くても9時半とか10時ぐらいっていう中でやってますよね。そう考えるともういい方、いい方っていうか、そう、いい、あ、まだね、長野のね、周りを考えればまだ3時、4時から練習かトレーニングができるっていうことは非常に環境的にはいいのかなというふうに思いますけどね。でこれでまたね、その雇用形態というかそういうのがプロ契約は、例えばパルセロレディスとしてもっと人数が増えて、女子の中で半分はもうプロにとかっていうような環境になったら、要は外から来る選手たちも増えてくるかもしれない、そうなんですね、可能性があるってことですよね。やっぱり今の選手たちっていうのは条件をやっぱり見るので、誰々の下でやりたいというよりも、どんな条件出してくれるんですか、アイナックは、まあアイナックはこういう条件ですってなっていった時に、やっぱりその条件で勝てるか勝てないかっていうのもどうしても選手の中で出てきてしまうので、そうですよね、よく言いますもんね、テーブルにバッてこうねオファーを並べられたら、やっぱ関東に行きたいとかね、そう、確かにあるでしょ、だって長野ってやっぱりそこで絶対ハードルあると思うんですよ、ね、長野ってどことかね、寒いんでしょ雪降るんでしょとかっていうところから、条件的にまず環境条件からっていう部分がね、それは多分トップも絶対一緒ですよね、僕らでもそうだったけど、やっぱ家族がいたら、長野みたいな、家族のね、こうそういう同意もないとやっぱり移籍できなかったりする、そういう意味ではちょっとこう長野県っていうのは一つこうハードルがあるから、それを超えるものを、魅力をクラブが作っていかなきゃいけないってことですよね。その魅力が今はまあユースタっていうものと、日本一のサポーター、観客動員数と、もう一つもう一つを乗っけていかないとその魅力がない。なので逆に言うと、あの地元の子、もしくは北信越の子たちを引っ張ってくる、積極的にね、積極的に、そうすると長野にはならないんで、郷土愛として帰ってきてくれるので、まだまだ発掘されてない選手たちたくさんいると思うので、やっぱそういう選手たち育てながら北信越あたりで磨くことも大事かなっていうのを思います。まあ、でも緑さん割と子供たちのなんていうの、サッカー教室とかじゃないけど、そういうのにこうフラット時間があれば顔を出して、あやさんやっぱりなんとなくこうやっぱりそういうもう人原石が転がってないかなっていうのはもちろんチェックしますし、フラット来るんですよフラット来てフラットいるから、もうこっちがドキドキしちゃうみたいな精神的にね、余裕がある時に。でもなんかその中で、あやっぱり あの子ちょっと面白いなとかっていうのを、この話私したことがあるかどうか、本当に来た当時2013年か14年、松本の広域公園でサッカー教室がありました、長野県のね、でそこにと行きました。でいきなり私の膝の上にスパイクをちょいって置いて、ここにサインしてくれるって言った子がいた。恐ろしいことをするな小学校3年生、いいよってバババババってしちゃいた。その子が今年十文字から入ってくる滝沢知世、あの子がその子だったんです。で本人に言ったら、すいません、あの時は覚えてましたマジで覚えてました。お父さんとお母さんもその状況を覚えていて、もう本当にあの時は申し訳ございませんでしたその時でも ね、その子こう広い100人ぐらいいたかな、サッカー教室やってる中で、この子面白いっていう子がそのうちの一人だったんです。そうなんだ、でそのインパクトもあったし、いやこの子絶対将来的に面白い子になるなと思って、で、まあ、高校から十文字に行って、で、ね、でアンダー17も選ばれてるんですよ、ね、だから今回アンダー17、で、まあ、今回はベスト8、16で負けてしまいましたけど、それこまでの子になったんですよ。すごいですよね。それが戻ってくるっていう。長野県出身で、僕も知ってました、その子のことは。まあ十文字の GM、僕同い年こうつながってて、でそんなことでなんかこういろんな情報交換で、長野県の子がとかって言ってて、それで知ってて、
したら今話がみどりさんのこの膝の上 膝の上にスパイクを置いたってあの子がみたいな、うん、なんかまあ見る目は間違ってなかったお互いにしかも縁ですね、なんか、ね、そこで膝でね、こうやってサインを書いてっていうところから始まった縁で、またこうやってねバルセロに来て地元のクラブ でしかも本田さんの元でまたサッカーできるっていう、本当に、まあ、まさかね7年間私がここにいるっていうのもあれでしたし、巡り合わせの中でもちろんほら中村めぐみもね中学3年生までシベスターで、まあ私がちょっとだけ面倒見ながらトップチームの練習に入れたり、もしくは2部の時1回デビューさせてるんですよね、この15分間ぐらいで、その後怪我して腰椎の怪我してしばらくまたリハビリになっちゃって、ただちょっと可愛い子にはと思って時和木に行って、で時和木でインターハイ優勝して、この間ね選手権はちょっと惜しかったですけどね、決勝で負けちゃったね、でもインターハイでもメグ点取ってね、周りからしてみたらどんなに素晴らしい選手かと思うけどそんなわけでもないそんなわけでもないんだけどでもあれですね、メグも主題からこうね、ミネさん行かせて、ね、ちょっと勉強していきなさいと、育っていきなさいっていう意味では、本当にこう努力した中で結果残してきて、残してまた帰ってきてくれるってことも嬉しいですしね、すごいですね、そういう意味でね、また開志学園からね、そう、開志の子もね、須坂の子でね、お兄ちゃんがパルセロにいたりとかね、する中で開志をね、見てるのが諏訪雄大、あ、そうだね、またパルセロ、僕トップチームで一緒にやってて、諏訪感想開志にいたりとか、なんか本当いろんな縁があってね、そう、だからこそ多分長野県出身の子たちがやっぱりこの地元に帰ってきてプレーする、そうすると盛り上がるとかって、なんかいろんなこうつながりで、そうなんですよね、いろんなこう向上効果じゃないけど相乗効果じゃないけど、こう盛り上がっていくっていうところはありますよね、でそこにまあ帰ってきたいと思ってくれるクラブであり続けなければいけないし、やっぱり一部じゃなきゃいけないし、本当にここからまあゴールキーパーの風間も含めれば4人の長野県出身の子がいるので、本当になんかそうやっていい子たちが戻ってくる、戻ってきたいと思うクラブでいなきゃいけないなと思いますしね、いや、そういう意味でなんか若い選手含めてちょっと、ね、まあ、またワクワクドキドキするようなハラハラするような1年にしたいなと思います。あ、そうですね、まあ、やっぱりこうね、結構長くいた選手がね、みんなね、退団してきましたけども、やっぱりそこに変わるこう新しい選手っていうのはこう、そうですね、ネガティブに考えるのではなくて、やっぱりこう2部から1部に上がった、1部から3年間やった、で2サイクルが終わって3サイクル目の本当にリメイクじゃないんですけど、若い選手たちも1回育てて、こう育てて強くして、もう本当個人個人のサポーターがつくぐらいね、特徴のある選手たち育てていきたいなと思ってます。やっぱりこうね、キャプテンの坂本さんとかね、逆に中野さんとかね、抜けた穴は結構大きいと思うんですけど、大きいですけどね、そこをこう埋めるっていうところがすごくやっぱり今年の見どころの部分だと思うんですけど、1年では埋まるとは思ってませんけど、でも本当に18歳19歳の子たちが2年後3年後にしっかりいい背番号を背負ってプレーできたらいいなと思いますしね、不安な部分もあるんですか。不安はね、まあ、ちょっと言えばキーパーのところかな。あ、まあ、枚数的にもね、枚数的に今まで4枚しっかりいて贅沢なぐらいいたところが今2枚になって、キーパーって確かに1人ね、怪我をしたらって、ね、なかなか本当に枚数がある程度いた中でこうね、回しながらね、コンディションのいい選手をっていうふうにやってやれてた部分があるので、まあちょっとそこの補強のところがうまくいかなかったかなっていうところはありますけど、まあでもね、女子の中ってどうなんですか、その選手の入れ替わりとかって。今年、まあ、うちの選手たちが出ていったこともある分、結構動きました。あ、他も他も結構動いた。あ、まあ、それを、まあ、本当にネガティブに考えずにポジティブに考えれば、まあ、私のところで育たなかった、育てられなかった選手が違うところに行ってまた花開けばいいし、他で育たなかった選手が私のところに来て育てばいいしって考えると、女子サッカー界全体が活性化するんであればありかなっていう、思ってます。じゃあ、まあ、そうやって選手がこう移動していくっていうのは、まあまあいい形でもあるのかな、まあ、日本の女子サッカー界にとっては、まあちょっとこういろんな選手が本当動くことで、日本の女子サッカーの環境とかいろんなことがこうまた変わっていくんだったらいいなというふうに思ってます。
あの湯の郷からも2名取りましたけど、はい、もともといや私とは被っていない選手たちではあるんですけど、でももう少し小さい頃にちょっとあの高槻にいたりとか吉備国にいた頃には見てた選手なので、まあ気持ちを持ってくればもう一回プレーできるかなというふうには思ってます。去年が何人選手26ぐらいいたんですか。25でしたね。25去年多かったですよね、うん、そう考えると25、26いたかな、うん、そうですよね、うん、紅白戦やっても出れないのがいるってことですもんね。そうですよね、うん、今年今は20の予定、うん、まあ足りないな。紅白戦できないの。ちょっとトレーニングしてください。ちょっとね、だいぶいろんな人に手伝ってもらってサポートしてもらって、うん、ね、言ってましたもん ね。いやもう ね、あのお手伝いね、はい、なんとか行きましたけど、ねね、楽しい雰囲気でした。そうですか。なんかあれですか、ね、あの見てる人たちから。そうですね、今あの続投ありがとうございますっていうのが来てますね。やっぱりそこですよね、絶対ね、安心しましたと。いなくなったらもう崩壊しちゃうんじゃないかっていうぐらいしないしね、全然しない、心配ありますよね。そう、後輩行きましたと。あ、仙台、うん、そうですね。あと夢に何か言葉をかけましたかって言いますか。なんかかけました、試合終わった後のところと滝川選手。その時はもう先輩たちが結構声かけてたのでかけてないですけど、まあ終わってからはまあいじりました。いじりました。ただね、パルセーロの運命が若干19歳の子にねで決まる、まあその前からその話してたんですよ。まあチャンスメイクするのは彼女だったし、本当に彼女の君のゴールがパルセーロを上げれるか上げれないか左右する、それぐらいの大事なポジションにいるってことは分かってるって言ったら分かってますっていう話をして、でただこの皇后杯2018の皇后杯あんまりね調子良くなかったんですよね。あのコンディション的にじゃなくて、なんか時和木が相手だったりとかなんでこう気負うものがあって、だからまだそこを背負うまでの強さがないかった。だけどこの悔しさずっと持って、もうその度にあの映像見せてやろうかと思ってその度にちょいちょいあの映像を突っ込んでめちゃめちゃ面白いそれ。いや、でもいいですよね、やっぱりその、うん、なんだろうな、あれをバネにしながら忘れずずっと、そう、うん、だって19でそこを左右されるところに経験できるって、そうです、本当に本当にすごく成長できるところに可能性はある、うん、ところにいますよね。そう、22でも23歳でも経験できない人はできないのに、若干19歳で、そうだよね、パルセーロがベスト4に行けるか行けなかったかっていう運命を鍵を握ってる、そんなポジションにいる選手なので、まあ本当期待してますしね。で背番号もね、実は今年だいぶ変えたんです。まあ秋もだいぶ出たので、はいはいはい、ああそっか、ね、7番が空いたりとか、はい、5番が空いたりとか、ね、9も空いたりとかしてなんですけど、夢はそのままにしておきました。14のままにしておきました。あえてしておきました。あ、面白い。確かに他なんかありますか。あとはですね、あの女子高校サッカーは今までは見なかったんですけど、今年は見ましたと、決勝を、はい、まあね、嬉しいですね、そういう目を向けてくれる、そうですね、ことってすごく大きいことだなと。まあやっぱりそのね、中村選手と、ね、長野出身がいましたからね、やっぱりね。あとはですね、中村選手と鈴木選手、春選手の違いってのは感じてますか。あ、中村って中村めぐみ、めぐと春日の違い、まずパワーがまず違いますよね。春日の方がやっぱ一回りこう幹がでかい、がっちりしてる。で、まあ、春日の方がもしかしたらポストプレーヤーかな。メグの方がどっちかっていうとチャンスメイクをする選手か。まあ、足元の技術はもう間違いなく春日の方が上ですね。うん、あとはすごい質問きますね。ね、春日とメグの違い。ケラハルヒにちょっと失礼だな。ちょっとまだまだですね。でもそこまで知ってる人ってことだもん ね。結構ですね。本当に、いやでもですね、本
田さんの冷静な目と気さくな人柄が好きですと書いてありますけど。ありがとうございます。それしか言えないですよね。そうですよね。確かにね。はい、確かにね、うん。それはもう地域の人たち。だってみどりさん、いろんなとこ行くもんね。そう。ねえ。だって、あの公園だってめちゃくちゃ、まあ、そうですね。そうそうそう、本当にね、犬の散歩があって、うろ、本当にいろんなとこうろうろしてるので。ね、僕前にいた時に僕の知り合いの方がね、犬の散歩でみどりさんに会うと、うん、でその方お店やってるんですけど、今度あの監督に会ったら言っといてとかって言って、犬で会うみたいな、でそんな人がこう繋がってみどりさんに会って、みどりさんはあの人がみたいな感じで、ああいろんな人に会うからなっていうようなね、最初あれだったけど結局ね繋がって、そう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 、目立ちますもんね、あの犬もね、大きいですからね、だいぶおじいになりましたけどね。本当ですか。だいぶおじいになりましたけど。でもティブロンがなんかもうあれですね、常に一緒にいるみたいな、もうね、選手たちも。ただ違うからね、ほらよくこうね、独身の人がこう動物にはまるっていう、うん、そういう形ではないですから、ね、うん、一応皆さんにお伝えしたことそこはっきりそこはっきりとね。でももうあれですか、やっぱり公園行ったりとか、そういうイベントに積極的に行くっていうのは、みどりさんのチームクラブを作っていく一つの方向性として変わらず、そうですね、うんうんうん、それは全くもって変わらないです。そこって岡山でもやっぱり同じような形ですか。同じようにやってました。岡山でも村祭りに行ったりとか、うん、なんとかのイベントに行ったりとか、うん、それこそ野菜道の駅みたいなところにも行ったりとかっていうところで、うんうんうん、それはなぜそこまでみどりさんの中で例えばイベントとかを大事にするんですか。まあ考え方だと思うんですけど、うん、例えば選手を休ませたいっていう監督もいたりするじゃないですか。例えばそういう気を使わせて外に出すんではなく、ちょっとこまあ休ませてサッカーに集中させたいっていう考えの方もいたりする中で、ものすごい積極的に、もうなんだったら僕がいやいや僕がアンバサダーだった時も、なんかチャンスがあったら一緒に連れてって、なんかこうレディースをPR させてほしいから連れてってみたいな声かけてとかっていうふうに言ってたじゃないですか。まあ一つはプロじゃない、当時って今もそうなんですけど、うん、プロじゃないし、うん、そんなにこう偉そばってるほどの選手やチームでもないし、うんうん、少しでも顔を覚えてもらって応援してもらえる人を増やさなきゃいけないし、うん、っていうところかな、うんうん、まあ、やっぱりなんかそれがこう地域密着だったりとか観客動員とかそういうところにつながっているっていうのは岡山の経験とかもやっぱあるんですか。そうですね、それもあるかもしれないです。あの観客動員が欲しいから行ってたわけではないんですけど、うんうんうん、行くことによっておじいちゃんおばあちゃんもサッカーには全く興味がないけど、その人に興味を持ってくれて来てくれる、うんうん、サッカーなんかルールも何もわからない、ただ何々ちゃんに差し入れを持っていきたいっていう、うん、まあ、そこでいいと思っている部分があったので、うん、それは岡山で成功した例だったかもしれないですね、うんうん、それってなんかこう岡山でやってきたものがやっぱりベースとなって長野で7年やって、まあ、岡山でやってきたことも長野でも通用するっていう感覚もやっぱりながら、うん、でも長野の方が岡山に比べればよっぽど都会なので、うん、そうなんですか。岡山に比べれば、いや違うな、美作に比べれば全くもって、美作3万人しかいない、そうなんですね、ところなので、それに比べたら長野はもう本当に大きな町ですし、それが通用するとは思ってなかったんですけど、ただ自分のスタイルはそのスタイルだからっていうところでやってきたことがあれよあれよという間に。じゃあこの、まあ、2019年もそこのスタイルっていう作り方っていうのは変わらず、変わらずやっていくと。ただね、人数がねちょっと少なめになったので、うんうんうん、じゃあ遠征に行かないメンバーって、うんうん、あれあまりいないみたいなのが、うん、なるほど、ね、今までは ねそうメンバー外と言われる遠征に行けなかった選手たちがいるから、まあ、その選手たちがイベントに行ける、はい、それがなかなかね人数的にちょっといなくなってきているので、うん、そういったところに逆に行ける選手が少なくなっていってしまうかなと。それ用に
それ用にって失礼じゃない、そのイベント要員としてもう少しオーディションをして選手を取ろうかな、セレクションじゃないよ、うん、オーディションをしてそっちでね、喋りの方がね、喋りの方がね、こっちと思う NGN NGN でちょっとオーディションして48みたいな、違うクラブみたいになってる、イベント要員をちょっと準備した方がいいかなそれやったらめちゃめちゃ面白いです ね、セレクションじゃない、オーディションでもまあそういう意味ではまあ今までやってきた7年の積み上げ、その大事にしてきた部分は継続した中で2019年もやっていくと、はい、そこは変わらず、そこは変わらず私がいる以上は、うん、はい、で長野でのやっぱりまだまだポテンシャルは感じながら、その地域とかそういったものを含めて、そうですね、まあここ昨年はなかなかね観客動員で最後盛り返すことできなかったんですけど、でもそれでも十分な数だと思ってますけど、でもまだまだね応援してくださる方はたくさんいらっしゃると思うので、一度グラウンドに来ていただけるような試合をしたいなと思います。いや今年も楽しみですね。これスケジュール的にはこれで練習開始が19日ですね、もうこれ発表されてるんですか、19日にします。で20日が身体性と、必勝祈願を善光寺さんに、いよいよ私の行く善光寺さんにまず善光寺さんから、まず善光寺に行って、初詣してそこから始まりますね、始まります、いよいよ練習始まって、あれ身体性発表とかも、同じ日に、うん、必勝祈願が終わって、芸術館で身体性発表、午前中が必勝祈願でしたね、はい、盛り上がるんだろうな、ね、やっぱね今ワクワクしてる人いっぱいいるでしょ、ね、ちょっとこうパルセロロスになってる人たちがね、本当ですよね、そうかな自信になってるじゃないですか、いやいやいや昨年ちょっとね、今人だったからね、それなんかもクラブに問い合わせとかね、もうラジオでそれじゃあ終わって毎年関東に遠征行ってるじゃないですか、そうですね、千葉に、うん、4泊か5泊ぐらいで、うん、今年いろんなチームが集まってくるので、うん、練習試合をして、ま、して、はい、武者修行して開幕を迎えていくと、開幕を迎えるという、うわ、そうですね、でもね、そうですね、ただ今年女子のねワールドカップがフランスで、うん、そうですね、はい、もちろんね、うちのチームから横山以外何か選ばれてほしいと思いますけど、うん、それもあるので、ただ早いんですよ。ワールドカップの前までにちょっとリーグババッ、ああなるほど、っていう結構詰まってるスケジュールが詰まってるかなっていうところがあります。まだねちょっと発表にはなってないんですけど、でもまあ代表の選手たちは本当に忙しい1年間を送るかなっていう。そう考えると怪我もね含めて怪我のない1年を送らなきゃいけないなと思ってますけど。そこはまた。難しさが出てきますね。ね、ね本当にこう、うん、まあね、組もそうだけど他の選手たちがそこにこう絡んでいけるってなったら、そうですね、もちろん嬉しい部分もありながら、うん、チームを作る難しさもね、さっき言う怪我とかそういったものがね心配になりながら、ね、いやでも楽しみです ね。今年も、はい、いよいよ始まるかな。今年もね。はい、じゃあそんな思いをちょっと今年の、はい。書いてもらえますかね、この色紙に、ね、僕のサインじゃなかったんですか、いやいりますですよね、いるもうね、なんですか、漢字一文字とかそういう、どうしますか、何それからなんか一言、どっちですか、まず開かないんだけどちょっとひ弱なふりしてみた、ちょっとひ弱なふりしてみた、それから今年の、なんですか、今年の目標、はい、でもあっという間ですね、なんかこう、ね、去年なんかオフなったねみたいなところから、もうこれでいよいよ練習スタートですもんね、なんかこうこのオフがね結構激動というかね、まあ、選手の入れ替わりといいね、入れ替わり激しかったんでね、みんなやっぱ心配してる部分と、オフはゆっくりできたんですか、オフ、うん、ほんのちょっとだけほんのちょっとだけ何してたんですか、ほんのちょっと1日行く予定だったからね、そうだよ、予定何にも入れてなかったの、ね、いや何だったら僕もついたり行こうって、ね、もう行くぐらいな勢いで ね、あれでしたけど、残念だったけど、でも本当ちょっとしか休んでないですか、そうね、あの高校選手権を予選1回戦とか2回戦ときわぎとか見に行ったり、うんうんうん、他のチーム見に行ったり、三木防災でやってたので、行ったんだ、真面目に行きましたよ、真面目に行きましたよ、ありがとうございます、
子を育て、こっちですかね、どっちですか、チームで勝つ、はい、2019素晴らしい、はい、いいですね、ありがとうございます、こんな感じで勝ちましょう、じゃあ、はい、この色紙はこれはプレゼントしますかね、プレゼントします、そしたらサインに入れてもらった方が、そうですよね、私の家に置いとく、いやいらないでしょ、自分で書いて、いや、目標いつも、書いてて、あ、そういうことですか、紙棚に置いてこう、じゃあもう一枚後でね、うん、書いてもらえますか、それあの別のやつに書いてもらって書いてもらっていいですか、これ どうします、じゃあそれいいですか、プレゼントにしますか、じゃあ一枚、じゃあちょっとサイン入れて、ね、今日の日付と、バッシーのサインもお願いしますって来てるけど、これはまあ却下ですかね、それは却下です、もういつでももらえますんで、いつでも来てくださいと、すごい、はい、あ、いいですね、はい、2019年、一発目のですね、ありがとうございます、はい、こんなもんですいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、で、うん、今年一発目の、うん、イラストが届いていますが、宮尾先生からね、はい、またみどりさんの似顔絵を描いていただいて、ね、ここには説明してもいい、いや、お願いします、さっき聞いたんですけど、はい、ほう、ん、だだってね、綺麗に髪の毛のところに名前をこう入れてくれていて、これ下も名前もあるじゃないですか、緑も入ってるんですよ、右側のところに、あ、これか、そうです、緑って入って、そうなんですよ、名前を入れたデザインで宮尾先生はそこにこだわりを持って描いてくれたという、先生にあのちょっと一言、はい、もうちょっと色白く色白くもうちょっと白くすいません、宮尾先生にちょっとそこは気使いましょうって言っとけ、はい、言えない、でも絶対見てる宮尾先生みどりさん気にするんですか、だってもうずっと外じゃないですか、はい、あの日焼け止めクリームとか、日焼け止め塗ったことがないで選手に怒られるもう本当ちょっとでもいいから塗った方がいいですよって言われる選手に怒られるんですか、本田さんも本当ちゃんとした方がいいですよそう、そんなことあるんですか、選手に怒られるってちょっと想像つかないな、ね、もう面白い、今年は塗ろうかな、いやでもね、今年ちょっとまたタッチが変わりましたね、そうですね、はい、宮尾先生のやつ、でも嬉しいですね、こうやって応援してくれるね宮尾先生とかいて、はい、まあ、一刀両断でもまたあれですね、ね、レディースチームも応援できるような形が、ね、はい、そうですね、またなんかまた開幕戦とかね、ちょっとツアー組んでね、またみんなで行きたいなと、なんとか今日でもやらせてもらって、はい、あれでしたけど、ね、じゃこれは、はい、また後でね、はい、プレゼントですよね、宮尾先生のやつ、はい、一枚ですかね、はい、ちょっと今度はね、はい、いやじゃあなんかめちゃめちゃ今日疲れてるじゃないですか、ちょっとね昨日ちょっとその疲れもあのこっちにこう持ってくるのやめてもらってはぁはぁみたいないやしんどいっすね今日はね飲みすぎですよね、ただ ね、本当ね、いつもの昨日ね、はい、ちょっとまあまあちょっとね飲みすぎてしまったっていう ね、 ちょっとまあ長野離れてね疲れだね、はい、県内スポーツいきますか、そうですね、ちょっと県内スポーツ振り返っちゃいましょう、はい、まずはウォリアーズですね、月曜日ですね、ちょっと残念ながら、久しぶりに負けたんじゃない、ウォリアーズ、そうですね、5連勝めちゃめちゃ調子いいですからね、26勝5敗と勝率が8割ですからね、8割3分9厘ってすごいですよね、今年強いんです、行ったことあります、あのまだ行ったことないです、ね、ないですか、ぜひちょっとなんか ね一緒に、うん、ね行きましょうよ、なんかすごく、はい、見せ方とか飲食もそうだけど面白いです、18日でしたよね今週がね、金曜日18、19ですね、金曜日は夜7時からですよね確かね、ああ平日開催、平日開催なんですよ、勤労で、僕19の日また行きます、あ、あのバールスで、あ、みんなで、はい、終わって、はい、あのスタッフとね、あとボランティアさんとかでこうみんなで公園に行くっていうのを、ね、まあやろうかなと、やろうかなと、はい、いいですね、じゃあ、うん、はい、続いてはトライデンツですか、あ、そうですね、うん、まあ、まあ、ね、なかなかね、まあ、合わせと取りましたけど、なかなか、まあ、一部に上がったからこその対戦相手がどこも強い中で、うん、ま、FC 東京ね、はい、でもリセット取ったんですよね、リセット取ったんですよ、すごいよね、今までだって、ね、まあ、ね、1勝して、はい、その後はなかなか、ね、取れない中で、そうですね、うん、はい、で今週末ですね、1月19、20ですね、9、
9になってるのかな、ごめんなさいね、19、20ですね、静岡ですかね、お草薙総合、はい、上等です。で続きましては、あ、ボルシャですね。ありがとうございます。いやね、一応最終戦、ただまあクラブとしてもちろんねこの順位にいたんで優勝ってなりましたけど、目標がね途中でこういうふうにみんながね、うん、優勝優勝って、うん、そしてまあ一応クラブとして掲げてた3位以内っていうのを取れたっていうのと、うん、平均観客動員数を1000人っていうところを目標にしてたところが、この最終戦で1568人来てくれたことによって、でその平均観客動員数1000人をクリアできたので、一応クラブ目標であったこの2つっていうのはクリアできたっていうところはすごく大きいのかなっていうところで、また YS の結果次第で、そうですよね、そうです、20日の日に YS がどういう結果になるかでうちが優勝なのか2位なのかっていうところですけど、ちょっと VTR 見ますかね。ありがとうございます。前半ね1点取られて後半ですけどね、後半早々これ本当ね、ラッキーだね、相手に当たってコースが変わって入るという、ちょっと相手に先制されて嫌な雰囲気だったんですけどね。そうですね、そう、うん、後半はでも楽しかったですよね、うん、田口ですよね、田口、田口、田口、もう純ちゃんが乗っちゃうのって。いやでも盛り上がるからね、そうですね、もう本当に逆転 MC ですよ、もうこの辺のこうスピーディーなのはやっぱりこうフットサルの魅力ですよね、これね、うん、本当ピンチとチャンスの、うん、本当繰り返しだから、ね、目離してるとも点入ってたりするんでね、これ相手のパワープレー曲がったんだよな、キーパー曲がってきて人数をかけて攻撃してくるっていう、これパワープレー返しで、うん、キーパーがいない状況ですね。トラップからのシュートのところが上手かったですよね、今ね、もう得点王なんですよ、彼が今のところ。なるほど、2位との差はどれぐらい、11ぐらいで離れて、うん、これもパワープレー返しで、みんなキーパーが上がってるからね、うちは、うん、レディースの選手も来てましたもんね、そう、見に来てくれて、ちょいちょい、そうなんですよ、みんな応援に来てくれて、大島と、あと男子もね、ウノが来てくれたりとか、ありがたいですね。10勝、そうですね、はい、まあ、暫定首位ですよね、まあ、YS の結果次第で、そうですね、順位が引き分けもしくは負けでうちが優勝しますよね。ただ YS が勝ってしまうと得失点差で向こうが上回ってしまうので、そうですよね、はい、今10いくつ離れてますからね、そうです、だから YS の結果待ちです。はい、はい、じゃあ続いては、あ、もう一回ましたっけ、まだ、あ、じゃあ大相撲をちょっと見ますかね、お御嶽海ね、お今年は3連勝ですね、すごい3連勝、もう今御嶽海のあれで ね、まあ、ちょっとねこの間長野はすごい注目されてますよ ね、大関取りが失敗しちゃったので、ね、また一からになりましたけど、まあ、でもね、でも間違いなくここまでのなんだろうな、この長野でのこう活躍じゃないけど、うん、ね、貢献度じゃないですけどすごいですよね、いやすごいね、まさかね、長野のだって相撲をやってる子たちがなんか増えたとか、うん、ね、御嶽海のあれをって言って、ね、なんか結構基礎の方とか向こうはね、すごいなんか盛り上がってるっていう話聞いたりとか、はい、で、ちょっと VTR がもう一本ありますので、今後はい、見ていただきますね。あ、長野の皆さんお久しぶりです。前半戦誰ですかこれ？追い返しました。で今長野に戻って
ってきてるんですけれども後半戦も順位を上げれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。前半戦は7得点することができたので後半戦合わせて15得点できるように頑張りたいと思います。ゲスト本田さんです。本当に何だろう監督にお世話になって今の自分がいると思うし、まあ、そうやって監督をはじめとしたすごい今まで応援してくれた皆さんに恩返しする気持ちでしっかり成長できたらいいなって思うし私自身もバルセロのことをずっと応援しているので、はい、応援してます。ではありがとうございました。また、なんか芸能人みたいじゃないですか。でも芸能人プロ守らないから芸能人プロ守らないからお土産置いてくるの忘れてました。私お土産もらってないな。俺ももらわずに終わっちゃったあれっつってなんか帰ってくる前にお土産何がいいですかって言って何でもいいよっつって打ったんだけど、うん、そのまんま忘れて持ってっちゃったっていうあれっつってお土産ただ飯食い来ただけじゃんみたいな面白いですね。でも、まあね、元気でね、うん、やってるんだからそれはそれで応援してあげなきゃいけないですね。まあでもね、ヨーロッパに今3人ですか。ケイコと、あとはトマリメイ、あ、そうですね、メイだ、メイですもんね、うん、みんな、まあ、トマリはね、こうやってあれだけど、まあ、ケイコもわかるか、メイどうしてるのか。メイ、あの、ラインが来てあ、本当ですか。スペインでしたっけ。頑張ってるわけですよね、うん、試合が勝っても負けても自分のコンディションがいいか悪いかで交代させられちゃう、うん、勝ってたとしても別に悪ければ変わるしっていうのは言ってました。でも元気にやってますとは、うん、来てました。でも嬉しいですね、やっぱそうやって ね、まあ、バルセロではないかもしれないけど外に出ていった選手たち、うん、まあ、そういう縁があってね、うん、一緒にやって活躍してるっていうのはね、うん、みんな頑張ってもらいたいですよね、やっぱり ね、うん、じゃあプレゼント告知ですか。プレゼント行っちゃいますか、はい、もうねなかなかスポーツがなくなってきちゃいまして、あ、そっか、まあ、この時期そうですよね、ちょうどトライデンツですね、うん、バスケとバレーが、うん、ペアと、うん、あとは、三輪さんに書いていただいた、はい、三輪さんの似顔絵が3名様ですね。3名ですかね、1名ですかね、ごめんなさい、1名ですねあ、これ失礼しました、これ1名、ね、これ1名です、はいはい、色紙も1名ですね、色紙が1名1名で、はいはい、これも1名、はい、そうですね。いや、応募方法は、応募方法はですね、はい、はい、1名ですね、すみません、はい、はい、で応募方法はいつも通りメールですね、日曜日の20日の日曜日中に、送ってくださいと、はい、はい、で、次回放送いっちゃいますか、はい、18日、うん、ABN のそうですね、1月22日、来週火曜日、はい、ウォリアーズのホーム戦がありますからね、金土と、うん、そのホーム戦の模様をお伝えしますと、はい、で、インターネット版は、インターネット版が、あ、そうですね、ウォリアーズの放送ですね、来週は、で、インターネット版は23日ウォリアーズの社長にね、続きますね、ちょっといっぱいねライセンスの話とか聞きたいですね、ちょっとねやめてもらっていいですか。ダメですか、そんな今ちょっとね、にやたしね、ざわついてるところですけど、ちょっとそこついていけるのかな、ついちゃうかなみたいなつけない、どうやってもダメかな。でもまあまあね、なんかクラブとしての思いはあるからそんなとこも聞きたいですよね。そうですね、はい、でもそうするとあれですね、新年からなんか結構大物ゲストが大物が続いて、はい、いやいやいや、もうだいぶ大物ですよね、スタートから。そうですね、はい、じゃあちょっとだけ、コメント、はい、どこ行きますかね早くし
してもらっていいですかね。寝てるんですか。いや寝てません。